さんが昨日亡くなりました。59歳でした。桑名さんは7月に突然倒れた際、医師からはもって12時間、医学的に見ても10日から2週間と宣告されました。しかしその後、驚異的な生命力でおよそ3ヶ月半戦い続けましたが、ついに力尽き、周囲の願い虚しく帰らぬ人となりました。ご冥福をお祈りいたします。続いて、相次ぐ2世タレントの離婚。今週は2世タレントの離婚が話題、2世タレントの離婚の話題が続きました。まずは22日、俳優の西野正樹さんと女優の滝川花子さんの離婚が成立したことが分かりました。西野正樹さんは松方弘樹さんと西野明子さんの長男で、滝川花子さんは滝川由美さんの長女です。お二人は昨年1月に結婚。しかし、すれ違い生活や性格の不一致が原因で口論が絶えず、わずか1年9ヶ月のスピード離婚となりました。続いて昨日、俳優の和歌山喜一郎さんと女優の瞳亮さんが離婚協議に入ったことが分かりました。和歌山喜一郎さんは和歌山富三郎さんの長男、瞳亮さんは上原健さんの娘さんで、加山雄三さんの異母兄弟にあたります。お二人は今年5月に結婚したものの、先月上旬、テレビ番組の出演をめぐって口論となり、瞳さんが自宅を飛び出す形で別居状態となったそうです。それにしても男女の仲は本当に難しいものです。ファンが乱入。25日、井上真央さん主演の映画綱引いちゃったの舞台挨拶の会場で、井上さんの熱狂的なファンが壇上に乱入しました。これは井上さんをはじめ監督や共演者の方々が舞台に登場した瞬間、20代の熱狂的なファンの若い男性が駆け上がり、真央ちゃん握手してくださいと井上さんの手を取ったそうです。すぐに何人ものスタッフが駆けつけて、その男性を取り押さえ連行。深く反省していることもあり、厳重注意の末に返されたそうです。井上さん、今後はステージに上がられる際はぜひアッコさんと一緒に上がってください。80歳で再び国政へ。25日、石原慎太郎東京都知事が突然辞任を表明、新党を立ち上げて国政に復帰することが分かりました。会見で石原都知事は、都知事時代は国の妨害にあって苦しい思いをした、国が抱える矛盾を解決するには中央官僚の独善を変えないといけないとコメント。新党結成の時期については準備はできていると答えました。果たして東京から日本に舞台を変えても、石原節を炸裂させることはできるでしょうか。なんかここのとこテレビは本当に石原さん、はい、なんかあんまり政治的なこと分かんないんですけど、この人言ってることはなんか胸のスカッとするようなことを今まで振り返ってもそうなんですけど、割と好き勝手に辞めてますよね、いろいろ。そうですね、国会議員を辞める時も突然だったんですね。そう25年ずつやってね、どうなんでしょうね。これについてはちょっともう分かりません、私。はい、もう都庁にも一回番組で行って、話したり、あと天気のあれやってるの、吉住の披露宴の時なんか一緒に飲んだり、はい、いろいろして、素敵な人だと思いますけど、はい、ちょっと分かりません、ね。突然ですからね、はい、はい、桑名は残念ですね。桑名はっていうか桑名くん、もう最近全然会ってなかったんですけど、昔やっぱりアンルイスと一緒にいる時は、はい、マンションが近かったんで、よく遊びに行って、ミュージー、子供ができたての頃に、まあ、今となっては安岡力也が本当にずっと子守みたいにしていましたからね、ご冥福をお祈りしたいと思います。はい、2世タレントっつったって、もうだって結婚するんだって簡単にやっちゃったんだから、もう別れても、もうあんま大騒ぎしない方がいいんじゃないですか。なんか、はあ、だってもう半年も経たないうちに結婚したんでしょ。なんか結婚電撃的でしたけどね。まあまあ、でもそれは巡り合いだからね、はい、何年付き合っていいとかっていうのは言えないけど、いいんじゃないですか別に。はい、そんなちっちゃいこと今この日本でどうでもいい。はい、以上、週刊和田スポをお送りしました。はい、それでは、それよりもお待たせいたしました、続いてはこちらでございます。秋田さん、はい、タイトルコールをお願いします。クイズ和田オネア。クイズ和田オネア、1回目はこの時間にやります。見事クイズに正解された方は1万円を差し上げます。それでは
隊です。超サービス問題です。まあ、おととい10月25日アッコさんデビュー45周年突入ということで、これを記念しての超サービス問題当ててください。はい。先日アッコさんは久しぶりに偶然ある方とばったり会いました。はい。その方とは誰でしょうか。ああ、なんだ。1番伊集院光さん。はい。2番伊集院静香さん。はい。3番工藤静香さん。はい。4番亀井静香さん。4択です。なるほど。あげる気。もしもし。はい。和田と申しますが。ああ。こんにちは。こんにちは。これは涼子さんご本人ですか。そうです。はい。若い声ですね。さあ。さあ。正解です。言っていいですか。正解ですって何も言ってませんよ。自信満々ですね。自信満々。一応いきますね。はい。今の問題の答えは何番。2番。ファイナルアンサー。はい、そうです。ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。正解です。おめでとうございます。やった、ありがとうございます。涼子さんもう余裕しゃくしゃくですね。今隣でね、夫がメモ取って、うん、1番から4番まで名前書いて、うん、2番で合ってるよねって言ってたんです。あら、ちょっとなんかイントネーションが関西弁っぽい。あ、そうです。どこですか。私は三重なんですけど、今は東京に住んでます。あ、いやいや、それは東京住んでるから電話してます、ね、三重には繋がりません。そうですね。あ、よかったですね。ありがとうございます。じゃあご主人も一緒に聞いてらっしゃる。はい、一緒に。あ、ほらもうね、もう朝晩寒くなりましたからね、当たったということで、なんか美味しいもの食べる足しにでもしてください。はい、そうします。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。あっという間で1回でお出になって、ね、こういうこともあるんですよね。まして横でご主人問題の回答をメモしてた。そういう人もいればそこだけ聞いてなかったんですよ。で、ね、いろんな方ということは12時台に2人ですけど、はい、この時間もまた何時にするとかはシークレット。そうですね、まだ一応シークレットです。それもアッコさんが今すぐにやるっていう時にやりましょうよ。やりたいという時に やるというのが、これがいいじゃないですか、生放送ならではで。ははははは、はい、ですから引き続き皆さんからお電話、ファックス、メールお待ちしておりますが、そうですね、もう一回言ってたらいいんじゃないですか。もう全ての方に、はい、チャンスがあります。抽選でこちらで選んでおります、はい、受付電話番号東京 03-3211-3222、 東京 03-3211-3222、 ファックスは0570-021242、0570-021242、メールアドレスは akko@1242.com、 akko@1242.com。 クイズ和田おねや12時台2回開催です。はい。